皆さんこんにちは、渡辺亮です。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回も引き続きピクスタの鈴木さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。今日はですね、ピクスタで売れるために必要なことを真剣に考えますということでやっていきたいと思います。で、まあ、前回の動画ではですね、ピクスタのストックフォトの始め方ということで入門編でご紹介したんですけども、前回は結構聞き役としてアナウンサーみたいにやったんですけど、私実際10年やってますので、はい、鈴木さんの社員歴より長い。そうですね、僕は長いんです。はい、9年ぐらいなので、はい、それ以上やってるので、長く続けてきたからこそ見えるものとか感じていることなんかもちょっとシェアできたら皆さんに役に立つかなと思って、はい、そういうお話をしていこうかなと思います。で、まあ、見ていない方はぜひ前編の方からねご覧いただけたらいいかなと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、はい、そしたらまあ、はい、ちょっと僕の方からまあちょっといろいろお伺いしていただこうかなと思うんですけれど、はいはい、そもそも亮さんはまずなんでそのストックフォトを最初やり始めたきっかけとかって何かあったんですか？すごい本当昔なんですよ、はい、多分私がね一番最初はもう多分存在を知ったのは大学生の頃とかなんで、もう10年どころじゃないですよね、すごい昔なんですけど、になんか私も本当に単純に写真が好きで、スマホのカメラとかもあんまり良くないような、スマホが歩かないかぐらいの、うん、ギリギリ多分スマホ初めて持ったぐらいの時代かもに写真撮るのが好きで、ただ趣味で撮ってたんですけど、なんかできたらこれをすごい好きだったから、なんかお金につなげられないものかみたいなことで調べてたら、ストックフォトっていうものがあるっていうことを知って、最初はピクスタじゃなかったんですよ、ちなみに私、それでもまあなんかそういうのがあるんだと思って、だから自分の写真をお金になるっていうことを知って、それをすごいやってみたいっていう、まあ、シンプルに売ってみようかなみたいな、ね、そうですね、なんか私はでもすごいお金になるっていうのできる可能性があるっていうことにすごいなんか、すごいって思ったと思います。じゃあ最初は結構撮ってたの割と風景とかだったんですか？なんかね、空とか、空とか、はい、でもなんかそのやっぱ大学生だったから、なんか結構その割と身近に、そのなんかまあ暇な人っていうか時間的に協力してくれる人がいたので、なんかこういうのあるからちょっとやってみてみたいな感じでモデルをお願いできる環境もあったんですよね。だから結構なんか人物が売れるらしいみたいなこともちらっと聞いたので、なんか撮らせてもらったりとかしてたんですよ。そしたらやっぱり昔は人物があるだけで貴重だったから結構売れたのでみたいな、それはすごいありがたかった。結構最初からおっていうぐらい売れてました？もう覚えてない。でも、そうですね、結構売れたかも、今はちょっとありえないと思うんですけどああそうですね、売れたような気がします。やったーみたいな感じで、やっぱ人物が売れました。なるほど、でまあ、そこで結構テンション上がって、まあ、そうですね、やっていこうみたいな感じだったんですね。そうですね、それでしばらくピクスタの方も登録してたら社員の方からメールいただいたんですよ。なんか結構いい感じだけど、ちょっともうちょっとこうしたら良くなると思うんで、なんかアドバイスさせていただけませんかみたいな感じでもらって、すごい嬉しかったんですよね。全然自己流でやってたから、その時になんかこういう要するに効率よく撮るためにはどういうふうにこう計画を立ててみたいな話とか、本当になんか無計画にただ友達を呼んでくれて撮ってるだけだったので今思えばすごいんですけど、なんかだからそういうのを基本的なことを聞いてやったので、ああそうかと思って、それでやっぱ教えてもらったことですごいまたやる気が出たっていうか、すごい嬉しかったし、それはすごい覚えてますね。ちなみにその頃と今のなんかこう何ですか、撮ってるものというよりは、レベル感とか内容の違いとかって感じますか？もうなんか全てが違うんですけど、全てが違うんですけど、なんだろう、まあもちろん撮ってるもの自体も違うし、まあ、さっきの前半の話でも出てきた、そのやっぱストックフォトが何かっていうことを
すごいやっぱやりながら分かってきたので、うんうんでいろんなことを見ながら、うんうんまあ、こうやっぱね相手のことを考えるっていうか、うん、需要がある写真ってこういうことだろうなっていうのを、まあ、考えるっていうことと、まあ、あとはでも本当にねその辺はもうめっちゃ死ぬほど考えたんで、うんうん、もう何周もしてるんですけど、うんうん、さっき計画って言ったんですけど計画もなんかまあ立てるんですけど、うん意外となんかその場での気づきみたいなのもやっぱ写真だから大事でその辺でうまくバランスを取る、うんうん、であとやっぱりその続けるっていうのも大事なんで、はい、うまくバランスを取りながら、うん、なんか楽しく続けつつ結果も出すみたいな、うんうん、そうなんかこう力の入れ方のバランスを上手に撮りたいなみたいな感じですかね。結構このね、うん、ストックフォトの1日の撮影の流れとかが分かってると今の話とか結構難しい。確かにそうですね。そうですね。結構ストックフォトって多分まだやったことない方で特にモデルさん使ったりすると結構1日の撮影長いんですよね。そうですね。そうですね。まあこうどのぐらい今撮影されたんですか。時間ですか。うん、とかでも私はこの、うん、今自宅なんですけどこちらに来ていただいて撮るようなことも結構あるんですけどまあなんか初めての方だったりするとこう、うん、ちょっとまず説明とかをして結局その初めての人って会ってみないとわからない部分もあるので、うん、撮り始めて雰囲気を見ながらちょっとまあなんか大体計画はあるんですけど、はい、変えてみたりすることもあるし、うん、ほんと探り探りですね、はい午前中に撮って一回休憩して、うん、だいたいまあ3時、4時くらいまで撮るみたいな、うん、そんな感じですかね、うん、ちなみにその計画っていうのは1日をある程度こう、はい、こういうものを撮ろうみたいなのを計画を作って撮影をされてるってことですか、ねうんうん、そういやそれが結構ケースバイケースなんですけど、うん、ちゃんでも私最近また緩くなってきて、なんか割とふわっとした感じですかね、うんうん、なんか大体こういうのは絶対撮りたいみたいなのはいくつか置いとくけど、うん、まああとはなんかその時の雰囲気でちょっと判断するとかいう感じですかね。で写真って本当になんか撮ろうと思えば長い時間いくらでも撮れるし、はい別に早く終わらせようと思えばいくらでも終わらせられる、うん、それこそクライアントワークではないので、うん、それを全部自分で調節するのであとまああとモデルさんだと当然疲れてくるとかもありますので、うんうんうん、そうですね、その辺も全部自分で結局ね、うん、こうディレクターさんとかがいるわけではないから、うん、全部自分でやるのがだから結構マルチタスクですよね。そうですね。そう、スーパーマルチタスクの極みみたいな感じだと思うんですけど、うん、なんかやっぱ現場の雰囲気がちょっとね、うん、みんな疲れてきて嫌な感じだと、うん、どうしてもなんかそれも写真に出ちゃうと思うんで、うん、まあ、ね、やっぱ楽しくできる範囲でやるっていうのは大事にしてるかなとは思うんですけど、うんうん、はい。ちなみにすごい一番最近にやった撮影のなんかざっくりした内容とか聞いて、うん、あ、ざっくりした。大丈夫ですか？つい本当一昨日ですねやったのは、うん、あの年配のモデルさん60代くらいのモデルさん女性のモデルさんをお二人お願いしてなんか、まあ、夫婦とかは結構やってたのでなんか女友達みたいな感じで、うん外をただ歩いてるような感じとか、まあ、室内で白バッグでなんかちょっと楽しそうにしてるみたいなの撮ったりとか、あとはちょっと森みたいなとこでちょっとウォーキングみたいなのをしてるみたいな、うんうんうん、そういうイメージをあ差し込んでおきます、うん、はい、撮ってましたね、うんうんうん、それもだからちょうど1日かけて、はいはい、ちょっと、まあ、公園に行くのと部屋の中で撮るのとみたいな感じで、うんうんうん、はい、撮ってました。なるほど、はい、まあ、じゃあそこは本当に女性の2人をふわっといい感じに撮ろうぐらいで始めてるって感じですかね。そうですね、まあ、一応、まあ、公園に行こうっていうのと、うん、その辺の、まあ、道で撮ろうっていうのと、うん、部屋の中で撮ろうぐらいは決めておいて、うん、っていうことです。 あと天気、うん、結構やっぱ大事じゃないですか、うんうん、そうですね、だからその予定を組むときに、うん、あの雨天予備日を設定させてもらいました。なんか雨だったらちょっと嫌なので、うん、あの一応雨天予備日としてもう一日抑えてもらえないですかっていうのは先に言っておきました、はい、
それ結構大事、うん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 、やっぱねプロの方だとちょっとドタキャン困るみたいな方で揉めると困るの で、ね、逆に言っておけば全然いいよっていう方もいるので、うんはい、それで本当にあのちょうど雨の予報だったんで変えてもらったんですよ、はいうんうん、だからすごい天気良くて良かったなっていうのはありましたね。そういう意味かも、うん、そういう手配のところから全てそうなんです。カメラマンマターっていうのが多分特別なところかなと思う、ね、そうやっぱそうですよね。なんか私逆にそれしかやってないから、はいうん、それが当たり前で、うんうん、あなんかクライアントワークとかだと撮るだけでいいんだみたいな。そうですね、そうすごい感動しますね逆に、うん、どっちがいい悪いとかではないと思うんですけど、ないですね、本当にやることの違いはかなり大きいですね。そうですね、その辺のやり取り交渉も全部自分でやってますね、うんうんうん、はい、はい、なんかもうプロデューサー兼ディレクター兼カメラマンみたいな感じになるんですよね。そうなんですよね、そういう、そうなんです、そういうことをやっております、はいはい、それがまあストックフォトです、ね、そうなんです、はい、それこそ昔の方が少し やりやすかったとか売れやすかったみたいなところとかそれはまあ間違いないですね、うんうんうん、それは間違いないです。供給者に対して需要の方がやっぱりちょっとじょ、ねうんうん、欲しい欲しいっていう人が多かったんですけど、やっぱ今有名になってあの取る人が増えたのに対して別に需要がそんなにバンって、まあどうの需要自体は増えてるんですか？増えてるとは思いますけど、増えてはいるけどやる人の増え方の方がすごかったかなって、ね、ちょっと追いつかないので、うん、なのでまあそうですね、そういうのはやっぱあれ、うんうん、あると思います。はい、そういう意味ではなんかそこら辺を伸ばすために何かどうしようとか今後どうしようみたいなところは、いやそれはもう教えてほしいぐらいなんですけどはいはい、はい、教えてほしいぐらいなんですけど、その技術とかは別にもう差とか、うん、なかなか、まあ、つけようと思えばあるのかもしれないですけど、うん、技術っていうかどっちかっていうと テーマみたいなとこなのかなとも思うんですけど、うんうんうん、いやでもそれは本当難しいんで、私もちょっと、うん、何をしたらいいのかなみたいな感じではありますけど、はいはい、でもまあ私やっぱ人と被るのが、うん、嫌いじゃないですけど、うんうんうん、みんなと同じことをやりたくないなみたいなちょっとひねくれ根性があるので、はい、ストックフォト撮るときは基本的にあんまりあのシェアする方とかもすごい多いんですけど、うん、私どっちかっていうとストックフォトに関してはあんまりそれやりたくなくて、うん、そのさっき言ったようにその人の雰囲気とかなんかそのこの場のノリで思いついたようにできるじゃないですか、一、うん、人だったら、うん、っていうのをなんかそのフィーリングみたいなのを結構大事にしたいので、なんかそこで自分の感覚がうまく売り上げにつながればまあ一番いいかなとは思うんですけど、うん、まあそれは必ずしもそうとは限らないんで、うんうん、まだ本当模索中って感じですね。ちょっと結構思いつきは大事にできるようにしときたい、ね、そう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 、計画は立てつつも思いつきをちょっとなんかあこれ今いいんじゃない、うん、と思った感覚をやってみるっていう、本当だから両方ですよ ね、 そうですよね、思いつきだけじゃもちろんダメなんで、そうだ、そこは大事かなと、ね、はい、そもそも光とかが、ね、一瞬今いい光来たとか普通にありえるから、そういうのを思い出すみたいなことってすごくありますよね。そういうのって逆にガッチガチに計画決まってたら無理じゃないですか、そうなんですよ、この、ね、この場のトークみたいなもんで、計画立てるとことその場の、うんうん、思いつきをこううまく融合させるみたいな、うんうん、ね、すごいちょっと難しいかもしれないけど、難しいですけど多分そういうことが僕らもすごく大事になってくるんじゃないかなって、そうですよね、なんかこう、はい、今までだとこういうのを取っておけば、うん、安心とか、はい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 、絶対大丈夫みたいなラインとかは結構あったのかなとは思うんですけど、うんうん、やっぱりこう、うん、みんながやるようになってくると、そうそうそう、どうしてもそういうのが増えてきて競争がすごく激しくなってきてるかなっていう、結局そういうのもかぶっちゃったりしたら ね、 ね、意味ないですもんね。なんか、うん、ストックフォトってこういうものだみたいな、はいはい、結構知ってる人はもう知ってるみたいなことにはなってきて、うんうん、イメージがついてきてるから結構そういうものがどうしても増えてきちゃってる、うん、そういう部分の、うん、競争は激しくなってるっていうのはすごいあるかなと思って、うんうんうんですね、なんで本当にこう、まあ、例えば、はい、まあ、ピクスタだと我々の人物専属っていう制度があって、うん、その方たちが使えるこうモデルキャスティングシステムみたいなのがあるんですけど、うん、やっぱりどうしても皆さんこの人はピクスタだと売れそうなモデルさんだっていうのがあったら、はい、その人皆さんオファーしちゃって、はいはいはい、バッて集中しちゃったりとか、はいはいはい、まあ、スタジオにしてもここのスタジオ売れやすそうみたいなことがあると、どうしてもスタジオに集中したりとか、うんうん、偏っちゃう、そうですね、どうしてもそれが、まあ、僕らもランキングとかを出してるので、はいはい、まあ、ランキングとかを見るとやっぱりあれが売れてるのかなってなると、どうしてもそこを行こうみたいな方がどうしても増えるという、
まあ、はいはい、普通だと思うんですけど、それは自然なんですけど、うんうんうん、やっぱりどうしてもそうなると競争自体激しくなっちゃうところはすごくあるかなと、うんうん、そうですね、なるべく私も競争したくないなとは思います。だから、はい、もちろんそのランキングをつけたら売れるんでしょうけど、うんうん、別にそうじゃないところでも売れてるものの方が当然多いわけで、逆に言うと、だからなんかうまく人と被らないところを探してなんか やれたらいいなっていうのは理想ではありますよね、うんうん、そうですね、うん、でもまあ言ってストックフォトでもやられてないこととかアプローチとかない場所とかないものとかも結構まだまだ全然あるなとは思ってるので、そうですよね、そうですよね、なんかそういうところをね楽しみながらやっていただけるといいのかなっていうふうに僕らとしてはすごく、ね、うんうん、いや本当にそうですね、そう思います、うん、ストックフォトってやり始めるとすごくストックフォトを勉強しちゃうというか、あ、例えばピクスタをやり始めるとピクスタで売れてそうなとかすごい前の方に来てそうな作品ってどんなんなんだろうって見て、それをそのまま撮るようになりやすいんです、すごくなんか特殊だから、はい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 、なんだけど別にそれをやるっていうよりはそれを見てじゃどうしようかなみたいなことを考えるのが結構大事なんじゃないかなと思うんですけど、それ丸全く同じのだとね、うん、結局意味がないみたいな、なかなかね本当に富士山のここのやつとかって言っても結構同じ条件まで詰めて取りに行けるとしたら季節もそうですし、うんうん、天候とかもそうなんで結構ハードル結構高くて、桜の写真とかもそうだと思うんですけど、うん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 、なかなかそうですね、はい、でもこの桜撮るとしたら自分だったら何をちょっと少し配置とかをうまく変えたりとか何か別の要素を少し足してみるとまた別の売れ方があるんじゃないかとかみたいなことを考えられるといいの、うんうん、そういったところで今今後とか今こういう状況があるっていうところがあるんですけど、うんうん、まあ量産的に言うとこの後どんな感じで活動していきたいとか、まあ、こんなことやってみたいとかあったりしますか、ストップ。いや本当に、うん、実はそれはすごい迷ってるっていうかいろんな可能性があるなと思っていて、まあでも私もなんかもともとあんまりそのすごいなんか臆病者っていうかなので、あんまりなんかすごいお金をめっちゃかけて大規模なものをやるっていうのはもともとなんかやっぱ失敗するの嫌だっていうのがあるんで怖いので、もともとやる方じゃないんですけど、だからなんか結構私も小さい中で、でも逆に本当モデルさん呼ぶだけでできることっていうのもまあやっぱあるじゃないですか、うん、その工夫の方とか、うん、そのタイミングとか、うん、なんかそういう中で、うん、できる、例えば人の表情とかって別に本当に一瞬でめっちゃ変わったりとかするじゃないですか、うんうんうん、あとは仕草とかも、うんうん、特に写真なんで、うん、そのほんのちょっとこう向いてるのかこう向いてるのかでこう顔ね、カメラ目線だとしても全然違うじゃないですか。なんかそういうほんと細かいことを大事にしていきたいなみたいなのはちょっと思うところかな。うん、そうですね。で、なんか結構お金をかけるっていうよりか、そのほんと人一人だとしてもなんか一番その人の中でいいものを引き出せるようにするにはどうしたらいいかみたいな、なんかそういうことが結構面白かったりするんで、まあ、すごく難しいんですけど、うんうん、なんかまあ差別化になるか分かんないんですけど、なんかそういうのは結構面白いので、それがうまく売り上げにつながったら一番いいのかなとは思ってますね、うん、今のところそういう感じで、まあね、さっきの話にもあったようになかなかそのやっぱ競合が提供する人が多いので、はいはいはい、うんうん、こう差をつけていくとしたらそういうことかなみたいなところですかね。割とポートレートのところを本当に追求するみたいな感じですね。そうですね、うん、まあちょっと作品撮りに近いような雰囲気になるのかもしれないんですけど、うんうん、なんかまあそういう感じですかね、はい。あ、いつも忘れ、これはやろうと思ってて自分でも忘れちゃうんですけど、うん、その手の仕草みたいな、はいはいはい、もう顔がわからない範囲で表現できるものっていうのがすごいたくさんあるけど、うん、あまり真面目にやってなかったので、うん、それだけに本当に考えてやったら多分できることは結構あるかなとは思っているのを、うん、ね、なんでやらないんだろう自分って感じなんですけどなんだ難しいですよね。そうなんですよ、モデルさん来るとやっぱりなんかね顔とかも含めてになってくるし、まあ、人間なんで顔の表情とかに気は取られますよね。そうなんですよ、それってさっきもなんかやってみればって気軽に言ってたんですけど、うん、多分実はすごい難しいので、うん、それをなんか真面目にそれ
本当に今日はもう顔は絶対撮らないっていうのをすごく強く決めないと多分撮っちゃうので、うん、そうですね、そう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 なんですよ。それこそ僕らもいつもアドバイスで、いや顔はないのも売れるんですよとか言ってもやっぱり皆さんモデルさん来たらまあ絶対ほとんど撮らなくなっちゃう。むしろそうなんですよね。だからそれだけ難しいんですね、やっぱ。うん、だから本当はでも別にね、うん、その撮る画角なんて自分の意思で決めてるのに、うん、それがなんかできないんで、うん、それやっぱ真面目にやった方がいいなってやっぱり今改めて思いました。うんうん、個人的にすごいなんかいろいろ可能性もあるのかなと思う。うん、なんか結構モデルさんとかだととか、まあ、あとこの小物とかを撮るにしても、うんうん、結構映ってるものとかがやっぱり少し変わってくれば全然雰囲気変わってくるので、あ、はいはい、まあ、例えばパソコンでももう Mac の一番新しいやつとかってまたこれと形も違いますし、うん、そういう部分でしっかりなんか今のものとか見えるとか、逆にこういう狙った雰囲気をこういう雰囲気を出したいんだみたいなことが作り込める人が結構いいんじゃないかなっていうのはすごい細かいものですね。うん、いや今後なんかどういうものを逆にピクスタとかに聞きたい、聞きたい、うーん、例えばその自分が表情とかにめっちゃこだわったとか、うん、なんかすごい細かいことにこだわっても、うん、結局それはすごい難しいことなんですけど、なんかそれ別にでもなんかなんだろう、例えば横顔は横顔っていう風に結局こだわってるかこだわってなかろうが全部くくられてしまうわけじゃないですか。言葉っていうものはそういうものなので、その辺がなんかまあ無理なんですけど、なんかちょっとこう思っていた、せっかくこだわって撮ってもなんか全部一くくりにされてしまうのが、どうしてもそれがなんか結局その検索で上に来るか下に来るかって運みたいなとこが運っていうか、まあなんかいろいろあるんでしょうけど、結局わからないから、なんかそれがなんていうか伝わるようなものがあるとすごいなんかいいなと思うっていう、ちょっとすごく難しいことだと思うんですけど、とはありますね。だからなんだろう、まあ、それはもしかしたら逆に言うと自分の写真だから選んでもらえましたっていう風にもうなってくれるっていうことを目指すと言ってもいいのかもしれないんですけどね。個人が出てくるように、そう、撮ってる人個人が出てくるように、ね、なる可能性もでもあるんじゃないかなと、ね、今はあんまりそういう傾向はないのかな、どうなんですかね。そんなに多くはないですけど、すね、一応でもお気に入りクリエイターとかはあって、まあ、このクリエイターさんこういうの得意だからまずはこの人見に行くみたいなことはあったりするみたいな話は聞いたことあるんですけど、なんかあれって私どっちかっていうとクリエイター側が参考に見てるのかと思ってます。その人ももちろん多いと思いますけど、そうですよね、うん、でも購入者の方でもやっぱいるみたいですね。でもそういう可能性はどんどん増えるかもしれないですね。うん、まあ、だんだんこれだけ同じようなものが増えてきてたりすると、やっぱりこの人やっぱ特徴あるから、まずこの人のこういう新しいやつ見たいっていう風になる可能性は全然あるんじゃないかな。そうですね、なんかそういうところを目指すのが一番いいのかなと。あと一個リアルにやってほしいことは、なんか昔はお礼コメントみたいな出す機能があったのご存知ですか。なんか何に使えますみたいな。相当昔の話ですね、それ多分。はいはいはい、いらっしゃる前ですか。うん、僕全然入る前だと思います。あ、そっか、はい、あれあったんですよ。はいはい、あれをなんかの理由でなくなっちゃったんですよね。うん、なんか それ多分でもすごい大事だと思うんですよ。うんうん、特にね、最初の1枚とかでなんかちょっと一言でも何に使います、はいはいはい、素敵な写真をありがとうございますみたいなのって、うん、そういうのってやっぱ人の顔は見えないんですけど、なんか相手がいるのがちゃんと分かるじゃないですか。特にこうなんか今すごいね、全部効率化みたいな、こういう方向性なので、なんかそういう、あ、ちゃんとこの人が使ってくれたんだ、よかったっていう気持ちみたいなのって特にすごい大事になるんじゃないかなっていう、いろんなこうね AI とかある時代なので、なんかそういうのを思うので、なんかそのもっと人が感じられるような、なんかまあそのやり取りなんか分かんないですけど、何らかの形でなんか いねとかじゃなくって、もっと本当にリアルな鈴木さんがいて私がいるんだよみたいなのがどうしてもなんかやっぱ見えづらいので、なんか何らかの形でそういう温度が分かる感じがあるとすごい、それは多分みんなのモチベーションにもなると思うし、なんかそういうのがあったらすごくいいかなとは思いますね。はい、はい、じゃあそんな感じですかね。はい、はい、
やっぱ結局やっぱり長く喋っちゃってまあいい。はい、ということで、今回は、私のピクスタの体験談的なところで、お話しさせていただきました。鈴木さんありがとうございました。はい、では今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が少しでも面白かったとか役に立ったと思っていただいた方は高評価ボタンやチャンネル登録で応援のほどよろしくお願いします。ピクスタ、まあこういう感じで本当に売れるためにはっていうのを研究していくとめっちゃ大変なんですけど、別にここまで全然ね、いきなり目指す必要はないので、まずできるところを楽しむっていうことだったら本当にカメラ持ってれば皆さんはできますので、はい、ぜひやってみたい方は、概要欄のリンクからピクスタのページをチェックしてみてください。じゃあ鈴木さんありがとうございました。はい、では失礼します。ただいます。